はい、皆さんおはようございます。令和6年4月30日月曜日の朝です。ゴールデンウィーク期間中の平日になります。平日月末でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちら旭川市、細かい住所はちょっとわかんないですけど、場所としては JR 緑ヶ丘駅です。緑ヶ丘駅ってこんな駅だったっけ。まあ私も降りたのもかれこれ20年ぐらい前の話なので、おそらく変わってるんでしょうね。私の記憶が間違ってなければこの駅は2面2線だったはずなんですが、2面2線の2面部分を撤去して防線化して、かつバリアフリーとまでは言いませんが階段が少なくなって構内踏切がなくなっているというような状況になっています。でね、ちょっとよく あまり覚えてないし、写真も自分は残していないんですが、当時デジカメなんてものはありませんでしたので、このラインにもう一個線路があって、2面2線だった気がするんですが、なぜ緑ヶ丘という駅名に、ね、こんな駅でああだったんじゃないかなっていう話をしてるのかというと、私この駅20年ほど前に降りたことがあって、まあ緑ヶ丘駅の簡易宅の窓口で乗車券を買ったことがあります。今は、この辺の駅にありがちな、一面一線待合、地元負担で待合室が設けられているという状況でございます。朝9時台、今9時20分頃ですかね、9時22分、44分の列車までこういった形で、紹介をしていこうかな。ここはもう富良野へ向かう道路のすぐ脇にありまして、最近はもう駅前よりもね、車で移動してる人たちを相手にですね、ロードサイド店というような形で、まあね、増えちゃってね。あそこに見えますのはスーパーアークスですね。スーパーアークスって結構北海道では大手のスーパーですよね。食品スーパー、関東でいうとこのオーケーストアにとかね、東急ストアに相当するチェーン店だと思いますが、こちらにはレクサス、高級のトヨタの高級乗用車のチェーン店のディーラーですね。その奥には車のメンテナンスなどを行うカーショップなどが並んでいますね。こちら側が富良野方になります。美瑛富良野方、こちらが、旭川方になっています。でこちらですね、綺麗ですね、駅が綺麗で、じゃあこの駅がいつ新しくなったか、実はこの建物にヒントが貼り付けてあったので、ちょっとこれから見に行ってみようかと思います。なおこちらの踏切は、神楽町4丁目踏切、違う、4線踏切か、神楽町4線踏切というところだった。そうですね、神楽町4号踏切ですね、失礼いたしました。こちらですね、神楽町4号踏切 50K716。 50K というのはこれ富良野起点ですね。富良野線の、設備的な起点は富良野駅になっています。旭川は富良野間なんていう言い方をよくするんですが、旭川は終点ですね。はい、緑ヶ丘駅です。私がよく見聞きする緑ヶ丘は、ここではなくて東急緑ヶ丘駅が多いですね。緑ヶ丘、自由が丘と大岡山 の間にある急行が止まらない大井町線の緑が丘、今度はそこで、まあそんなね遠くないしロケをしてみようかなと思っていますが、9時台です。坪井のりおも聞けば聞くほどは放送中の CBC ラジオを聞きながらお届けしています。昨日は休日特集でね、休日特集って正直当たり外れがあって、
昨日は当たりでしたね。不適切ソング特集っていうですね、もう坪井のりおさんの歌そのものが不適切な気がするんですけど、まあ、案の定最後にね、大賞を受賞してましたけど、金太の大冒険とかね、はい、綺麗ですね。これ多分この以前線路があったところに桜かな、これ何桜かなんか桜だろうね、時期的にこういうのを意図的に植えて景観を良くしてる。これこういうの好きだね。でおそらくその樹齢がそんな長くないので、こうそのなんていうのかな、こう横に広がるようには大きくないんですよね。一つ一つがこうこじんまりとしている。これ多分これから育っていくのかなっていうところですね。いかにも後で植えました的な桜が咲いています。で天気がもっと良ければいいんで、ちょっと曇天でね、気温10度、結構寒いです。もう明日から5月だっていうのに寒いです。まあそれはまあ明日から5月だっていうのは関東人視点で話してますんでね、それは北海道からすれば寒いのは北海道という道北ですからね、ここね。さあ9時23分かな、では駅の中に入っていきましょう。ちょっとね、一つだけ残念なのはこの辺の駅に共通してるんですけど、どこにも緑ヶ丘駅とは書いてないんですよね。外目にはよくJR 緑ヶ丘ステーションなんて看板があるんですが、残念ながらそういうものがございません。その代わりあるのは自転車の駐輪場の、いい駐輪場ですよね。こういうのはね、ありがたいですね。緑ヶ丘駅管理委員会っていうのがあるんですね。委員会があるんだからね。きっと雛壇に並んだ論客が言いたいことを言っている読売テレビの番組を思い浮かぶ方もいらっしゃるんでしょうけど、そこまで行って委員会ってやつですね。目の前には公園がございます。すごい整備された公園、多分ねこれ奥にある神社の一角という扱いなのかな、公園なのかな、まあ、一応神社の境内のような感じもするんですが、まあ、公園の看板は出てないのか、気づいてないだけなのかよくわかんないですけど、ありがたく公衆トイレを先ほど使わせていただきました。おや落とし物だ。アサッピーが、アサカが落ちてますね。ちょっと一旦止めます。こんなところにですね、旭川電気軌道さんのバスの定期券が落ちていました。これ記名式だな、記名式だけど、すごい薄く書いてあるんだよね。有効期限が通学で2025年3月。これ困ってんだろうな、これ。ただね、ここにあるのはお伝えしますんで、もし拾いに来てください、心当たりの方ですね。2025年までって書いてあるよ。これ定期なのかな、それとも何だかよくわかんないですけど、とりあえずはい、お心当たりの方はぜひ取りに来ていただくといいと思います。なお悪用はしないでねというところです。旭川電気軌道さん、先ほどちょっと調べたら1400円ほどの残額も残っていたのでね、無事に戻していただくか、せめて記名式だから落としました宣言をして残額を保全していただくといいと思うんですけどね。記名式のいいところはなくしました宣言をしたら再発行手数料払えば中身復帰できますからね。こういったものを拾って悪用するほど心が狭くございませんので、ていうか仮に悪用するったって動画撮りながら悪用します宣言はしないよね、このご時世ね。
で、先ほど少し触れましたこの駅がどういう経緯、経緯はまああのね、防線化して駅をきれいにしましょうということなんですが、一体いつ頃になったのか、ここにヒントが出ています。じゃじゃん、平成8年9月1日にこの看板が作成されています。おそらく看板作成日イコールこの建物の、まあ、竣工期日に近い日にちになっているのかなと思われるので、平成8年8月9月にこういったものが作られたのかなというところですね。はい、駅の待合室の中、平成8年製の建物です。あら、しかもね、駅の緑ヶ丘駅管理組合様の署名付きでですね、こう北海道富士共栄富士光工業さんか、大丸交通はさっき駅前にありましたね。うん、あとはもう町内会が、で平成8年9月1日、やっぱ9月1日なんですね。はい、ではちょっと一旦止めます。はい、改めまして緑ヶ丘駅です。旭川から250円、まあ、2駅250円、これでもバスより安いんだろうね。非常に綺麗ですね。で、驚くことにですね、まあ、こういうところにもちゃんとあのこう監視カメラがある、まあ、治安の低下を憂いてしまうところなんですが、とはいえね、人間はこういう抑止力がなければ、モラルを維持できなくなってしまったのかとちょっと嘆いてしまいたくもなるんですが、はい、こちらが駅名表です。 JR 緑ヶ丘駅でございます。そうなので、平成8年にこの駅がリニューアルされたということがよく分かりました。はい、今日は寒いですね。4月30日、これまだ満開じゃないのか、これ桜なのよく分かってないんだけど、あの植物にが苦手なんでよく分かんない、理解も全然成績悪かったんですけど、そういう問題じゃないって。寒い、10度、寒いと踏んで2週間前に御殿場でのアウトレットモールで、上着を買ったんですね。わあ、上着いらんだろうみたいな季節ですよね、北東方、あの関東の方は。ところがどっこい、北海道に行くよってことで、買ったんですけど大正解ですね。うん、本当はね、この私今着てるこれね、もう一枚中に着られる、ベストのようなものが入ってるんですが、さすがにいらんだろうと思って今日ちょっとホテルに置いてきちゃったんですけど、失敗でしたね。寒いっす、寒いよ、着てくれよかったよ。もっと言うと手袋も欲しかった手袋、そうですね、ここはね、神楽丘14条9丁目というところらしいですね。先ほど住所よう分かりまへんなんて言っちゃいましたけど、神楽丘14条9丁目というところだそうです。比較的新しめの建物が多いので、ちょっと適切な言葉遣いかは分からないけど、ニュータウンでもないのかな。じゃあなんで来た、旭川エリアに来たかが今年の3月から導入されてるわけなんですが、ねえ、それだったら BA ぐらいまで使えるようにすりゃいいじゃんって思うんですけど、来たかの旭川導入の最大の 目的と理由は、お客さんの利便性向上というよりは、
ライラックカムイのチケットレス化を進めたいというのが目的だったんですね。チケットレス化してキャッシュレスで、ライラックカムイに乗ってもらいたいという意図があるので、旭川エリアは中途半端に旭川までしか使えなくなっています。旭川余剰や新旭川とかね、使える、初めて長山までは使えても不思議じゃないんだろうけど、おそらく旭川市民のことなんかどうでもいい、もしくはこれもひょっとしたら国からの助成金、チケットレスを普及しろという名目で助成金でも出てるんですかね。よくはこの辺ちょっと大人の事情はよく分かってないんですが、まあ、そういうこともあってライラックカムイのチケットレス化を進めたいという理由で来たかを函館線にしか導入していないということなんだそうです。だから旭川市民が便利になるためにっていうふうに考えるんであれば、旭川近郊のこの辺とかも、まあ、だって利用者結構って言います、ね、この結構が僕視点で結構なだけで、ね、蔵野線なんて1時間に1、2本は設定されてる、この辺にしては本数の多い路線なので、美瑛まではね、とは思うのですが、まあ我々素人と鉄道のプロが考えることは当然違いますからね、何とも言えないんですけどね。はい、JR、どこだっけ、緑ヶ丘駅からお届けしています。このあと9時44分の富良野行きに乗ります。本当はね、旭川からそのまま富良野に向かいたかったんですが、富良野に向かおうと思ったらライラック1号って、大変残念なことにですね、接続してる列車が8時台に、8時ちょっと過ぎだかちょっと前だかに着いたにもかかわらず、8時44分まで列車が、富良野線の接続がなく、かつその行き先が美瑛行きっていうですね。なので、美瑛行き、おそらく、なので、美瑛行きに乗ったって富良野行けませんから、ただね、これも JR 北海道さんに言わせると、ライラック1号で富良野に行きたければ、滝川で乗り換えろって、そういうことだと思うんですよ。なのでこれが富良野行きじゃなくても問題がないというところなのかもしれません。なお今回の私の切符は富良野 BA 切符でございます。4日間有効で、滝川、旭川、富良野、この三角地帯を乗り降り自由に4日間使える、かつフリーエリアから札幌までの往復の特急利用もできるという優れものです。ライラックカムイが全席指定にならなかったのは、この切符が自由席なら乗れますよっていう風にしているからなのかな。ね、あと500円値上げして指定席に乗れる、例えば指定席を往復1回ずつ付与できるようにしてしまえて、満席だったら座席未指定券と同じ扱いにしちゃえばいいのかなって気はしないでもないんですが、7400円という価格設定を維持したかったのかな。なお旭川札幌が4300円ぐらいなので、往復するだけで元は取れちゃうんですね。これ7400円なんですよ、7400円なので7400円だから、まあ、往復すれば絶対8000円を超えます。7400円だから8800円か、単純往復じゃ元取れんか、だからもう一箇所どっかで降りるよくね、多摩プラザから、いや多摩プラザや二子玉川から東京メトロパス、東急東京メトロパスを買うと
東京ドームの単純往復だけじゃ元取れないからもう一箇所降りてくださいみたいな、そんなの使い方ですよね。あの単純往復だけだったらパスも使えばいいだけの話なんで。さてこんな話をしている間に踏切が明動しないかなと思っておるんですが、9時42分、あと2分で列車が参りますので2分間お付き合いください。神楽町 4号踏切の横にある JR 緑ヶ丘駅からお伝えしています。あ、列車が見えますね。前哨灯が見えますね。はい、じゃあ乗る準備しましょう。ね、今回御殿場に行ってよく分かったのが、やっぱり人間はね、おしゃれをすることによって背筋が伸びるし、ね、気分も前向きになるし、いいのかなっていう気がいたします。私もどんどん、昨日もユニクロがおしゃれなのかって言われると、まあ、おしゃれはおしゃれなんでしょうけど、ユニクロ以上のものを買って、ね、だから、札幌ステラプレスの中にあるお店もね、前はほとんどスルーだったんですが、覗いていいじゃんって思うような気持ちになってきましたね。やっぱおしゃれに興味を持たなきゃダメなのかなっていうところです。まあ私のような鉄道オタクなんて、おしゃれとは一番対極にありますんで、まあ、ただおしゃれに金かけるんなら旅行に行くよ、カメラに金かけるよっていう人が、まあ、鉄オタなんでしょうか。そういうのはちょっと脱却していきたいですね。またおしゃれについても発信していければと思いますが、おしゃれファッション YouTube じゃございませんので、あしからずご了承ください。では JR 緑ヶ丘駅からお伝えさせました。ありがとうございます。